にちは、みーです。というわけで今日はすのこをね、1,2,3,4,5 枚買ってきたので、100均で買ってきたので、とりあえず棚を DIY こう作成したいと思います。超簡単に。でちょっとだけ、なんだろう、ちょっとだけ色をつけたいので、このね、水性ニスメープル、まあ、普通に茶色っぽいんですけど、それをこれでぬりぬりしてから作っていきたいと思います。とりあえずこの液を混ぜた方がいいかな。新聞紙が全然なかったんで、全部に5枚全部この色で塗っていきたいと思います。これを使うとって感じで、また残りも塗って乾かしていきたいと思います。というわけでこれ全部塗り終わりました。で乾いたみたいなので、組み立てていきたいと思います。組み立てるのはこの100均のグルーガーに、これかグルーズスティック、このを入れてピーってやるやつです。これで簡単にくっつけちゃいます。このグルーガンは100均なので、スイッチも何もついてなくて、あの電源っていうかコンセントさすと勝手に温まるみたいなんですけど、ちょっと結構あの1年ぐらい前にも同じもの作ったんですけど、その時に使ったんで、なんかちょっと固まってるけど大丈夫かな。よ、見てください、ちょっとこう温まってきたので出てきます。あ、これはちょっとで、こんな感じにちょっと時間が、あー、ティッシュがついた。ちょっと温まるのに時間がかかるんですけど、ちょっと置いといて、ちょっと一人でやるの大変なんですけど、こんな全然見えない、こんなになってるので、ここ抜けてきます。よっ、いいか。で、どうしようかな。うわ、うんね、結構私適当なんで、よっ、ちょっと
すいません、適当すぎて。とりあえず、よ。もう大丈夫かなって感じ。よし。ここにね、ここにくっつけます。こうだから、ここか。この辺にピーッと。ピー早くしないと溶けちゃう、固まっちゃうんで、早くしないとダメなんですけど、こっちにもね。で、くっつくかな？ピッと。よ。うん。大丈夫かな。でね、こっちも、こっちもさっさっと出ちゃったっけ、名前出ちゃったっけな。こっちもつけてきます。なんて雑なんだっていう感じですけど、別に結構すぐこの液体これがなくなるので、こんな感じにここまで来てるんで、また刺して補給します。よっ、あ、結構すぐ固まったな。意外と早かった。2段目ずれてるな、完全よっ、まあ、押さえれば大丈夫なんで、2段目つけてきます。よっと、こっちか。まあ、よし、おっと、ささっとね、ささっと、ささっと、ざっと、とりあえず片方いいかな。よっ。で、いいかな。なんだろう、こんなに雑でも作れるよ的な、それぐらい簡単ってことですね。こんな私にも作れるよ。よし、ちょっと押さえて、すぐ固まるんで、固まるまでちょっと押さえて、わー、ついた。そう、これすぐ取れるんで、ちょっとはみ出たらね、チチって取ればいいかな。そんな感じです。で、また一番上も同じ感じにやってきます。よし、まだ完成じゃない。よっ、見えるかな、この感じ。うわ、ちょっとつけすぎた。この角にやればなんか一発でいけそうな気が。あー、よっ、よいしょ、ちょっと足が足りなかったかな。はあ、この足一個つけたいけど、もう取れない。まあいっか、まあいいかな。
こんなほんとすぐくっつくんで、もうね、こうやって押しても意外と壊れないんですよ。そう、ほんとネジとかで止めるとさらにいいかもしれないんですけど、まあそんなに重いもの乗せないしって感じで、一番下に本とかをちょっと重いものを乗せとけば、とりあえず今のとこ1年ぐらいは前作ったの壊れずに保ってます。だってなんか、外れたりしたらすぐね、またこれで、うわ、されてきた、これでくっつければいいので楽ちんです。これで1個棚が完成しました。で、これは1、2、3、4、5、このでこの液体半分ぐらいと、まあ、ハケ1本で5、6、7で、グルーガンとかか、まあ、グルーガンとかは結構使えるので何回でも、だからだいたいそういうの回しても600円とか700円ぐらいで作れちゃいますね。まあ誰でもできるんで、よかったら意外と楽しんで作ってみてくださいよ。では見てくださってありがとうございます。ではまたね、バイバーイ。